ここの綱敷天神社に行ってたんですよ。あのね、この梅田の都会の喧騒の中にね、ひっそりとね、皆さんの拠り所となるね、神社があるってね、いいですよね。久しぶりにね、神社に来てすごくね、すっきりしましたね。浄化されると言いますかね、いいですよね。お次は、ね、神社の近くのね、茶屋町アルコティ、前カッパ横丁だったところはね、新しくなってますね。そこにあるシティベーカリーパン屋さんですね。でちょっとね、あと15分ぐらいですけども、20分ぐらいかなあるのでね、ちょっとお茶コーヒーなも飲んでから行こうかなと思ってます。あまりね、酸味のないエスプレッソでね、すごく美味しかったので、ぜひ飲んでみてください。もう喉がね、乾いてて、私すぐ喉乾くんですけど、喉乾いてて、見てごらんだってご覧ください、このコーヒーの飲みっぷり。すぐね、すぐ飲んじゃいました、これも。この日はね、最近ね、日本に初上陸した、これ韓国コスメのポパバリのティントリップ、ティントグロスですね。これね、サマーコーラルの色なんですけど、ちょっとオレンジ赤っぽい感じですね。マスクにね、全然つかないんですよ。で、色持ちがすごい夜までずっとついてましたね。結構ね、しっかり化粧落としで落とさないと、ちょっと残るぐらい、ちゃんとね、発色してくれます。あっという間につきましたね。今日のね、お目当てはね、もう前髪が伸びきってたのでね、もう切りたいのと、最近ハマってるね、髪質改善トリートメントをしに行きましたね。こちらのね、今回ね、やったのが資生堂のサブリミックというね、トリートメントになります。こちらね、1回ね、1年前ぐらいに東京でやったことがあって、すごく持ちが良かったのでね、前回はハホニコをやったので、今回サブリミックを、最近のサブリンクちょっと変わってるかなと思ってね、ちょっとやってきましたけどもね。私はですね、カラーをしていない分、髪自身がね、綺麗になるようにトリートメントにはお金をかけたいなと思ってます。全てね、熱を加えることがすごく大事なようですね。このように多分これもそうなんだと思うんですけど、これをした後、まあ、洗い流して、またシャンプー台でもトリートメントを最後していただいてって感じですね。その後また乾かしてもらって、カットしてもらって、最後のね、これ熱処理ですね。ストレートアイロンでまっすぐまっすぐしていきます。終わりました。完成です。もう見てても分かると思うんですけど、触ってももう一本一本がね、もうこの自立して、サラサラツヤツヤになってるし、毛先もね、全く絡みません。テンションが上がりますね。これだから髪質改善はやめられないって感じですね。こういうことはこんな感じになりました。どうでしょうか。すごい感じで、担当していただいた、ね、美容師さんにおすすめされて、このサブリミックの洗い流さない
トリートメントのミストをね買いました。こちらね、髪の化粧水みたいな感じで、その後にあのオイルとかでも蓋をしてあげたらいいそうで、3日に1回ぐらい使ったら髪の毛の状態がね良くなるそうなので、買ってみました。あのサブリミック、資生堂のサブリミックが、ね、髪質改善すごくおすすめなので、ぜひ行ってみてください。じゃあね、バイバイ。私のチャンネルでは主にお出かけスポットやグルメについて紹介しています。主に小指用もね配信するので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。インスタグラムなどもやっておりますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。